1970年製スバルサンバーを愛するアメリカのオーナーが注目されていました。スバルが販売する軽商用車であるスバルサンバー、小さく可愛らしい見た目が特徴の同車ですが、レトロカーやそのオーナーのミニドキュメンタリーを公開する YouTube チャンネル、レトロリシャスからは、そんなサンバーを愛するアメリカのオーナー、スコット・コレキさんを紹介。何でも彼は近所の人がスバル車に乗っていたことや、自身も大学時代にスバル車を乗り回していたことからスバルコレクターとなったそうで、動画では愛車である1970年製という2代目サンバーのライト版タイプを披露。50年近く前の車ということで、ドライブする際には気を使うことも多いようですが、 360cc の空冷2ストローク直列2気筒エンジンによる優れた走りや、シートに座ると天井に頭がつきそうになるほど小さいものの、空間を効率的に利用したサンバーの魅力を語っています。また動画では実際にアリゾナの地を走る様子も映されており、大きな車の中に混じってサンバーが走るというユニークな光景も見ることが可能となっています。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。